首都平城京誕生から1300年を祝う平城遷都1300年祭。メイン会場の平城宮跡では10月9日から11月7日まで平城京フェアを実施しています。奈良時代に飲まれたとされるお茶を再現し、来場者の方にくつろいでいただく天平お茶会や、さまざまな古代行事の再現イベントが展開されます。またビッグイベントとして数多くのアーティストが出演する大極殿音絵巻や東院庭園音絵巻が開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。さあ、始まりの奈良、巡る感動をあなたも。メイン会場の平城宮跡でのイベントは11月7日までです。この機会にぜひ平城宮跡にお越しください。平城宮跡へは大和西大寺駅2車が便利です。